はい、こんにちは。精神障害者 YouTuber の竹内です。今日見ていただきありがとうございます。今日はですね、ミステリータイム第2弾としましてね、日本のね、漁獲船であるね、随王丸がですよね、1977年にですね、ニュージーランド沖でですよね、いかにも水生獣ですよね、ブロントサウスみたいなね、水生獣を引き上げてね、引き上げましたか、破棄した事件についてね、お伝えしたいと思いますね。まあ、1977年にですよね、随王丸ですね、日本の、漁獲船である、魚を取る船ですよね、その遠洋漁業にね、出ている、遠洋航海しているね、随王丸がですね、突如と してしましてね、クレーンでね、10メーターぐらいのね、異様な物体をね、引き上げたわけなんですよね。そのある人物がですね、その物体の写真を撮ってね、ヒダをね、採集したわけなんですけどね、この写真を見るとね、いかにも古代の水生獣ですよね、いかにも海のね、水生獣ですね、恐竜の、いかにもヒレもありますね、左右にヒレもあって、もうどう見てもそういうふうな感じでね、日本でもう世界中でも大騒ぎになった事件ですけどね、残念ながらですよね、随王丸というのはね、たくさんの魚を積んでましたのでね、これをそのままね、この物体を放置しておいたら魚が腐るということでね、残念ながらもう世紀の発見やったのにですよね、非常に残念なことにですね、海に破棄してしまったんですよね。残念ですね。そしてね、日本でその写真が公表されてね、ものすごい話題になりましてね、センセーショナルな、これはもうどう見てもですね、ひれはあるしね、結局ね、形も10メーターぐらいのいかにも恐竜なんですよね、ブロントサウルスですね、未知の水生獣ですね、もうどう見てもそういう感じだったんですけどね。しかしですね、研究者はね、これはウバザメが腐ったもんであるということを言いましてね、そしてヒダですね、持って帰ったヒダもね、調べたらウバザメのね、これは体についていたヒダであるということでね、ウバザメということで、ウバザメが腐敗した物体であるということをね、で結論付けられてね、騒動は収まったわけなんですけどね、ちょっとね、ただですね、1930年ですよね、アフリカ沖でですよね、シーラカンスですね、2億年前に絶滅していたといわれるシーラカンスが1930年にね、20世紀にね、発見されましたので、決してそれがね、ブロントサウルスみたいな水生獣だったとしてもおかしくないわけなんですよね。ですからね、確かに、生活もあるの分かりますけどね、世紀の発見、せっかくの世紀の発見なのにね、海に破棄したというのは本当に残念ですよね。もし海に破棄してなくてね、それがもう古代の水生獣であるということがね、恐竜であるということが確認されたらね、もう20世紀最大の大発見になっとったわけなんですよね。もうシーラカンスなんて問題にならんぐらいの大発見になっとったわけなんですよね。本当に残念ですよね。それでね、ウバザメということでね、結論付けられてね、この問題はそれで終わったようなんですけどね、私はいかにでは、どう見てもあれは水生獣ですよね。皆さんもね、YouTube とかでね、その1977年の随王丸がね、ニュージーランド沖で引き上げた物質で、引き上げた物質ですよね、それで YouTube とかでね、見てもらうと分かるんですけどね、どう見てもサメじゃないですよね、水生獣ですよね。ですのでね、非常に残念ですけどね、それが海に破棄されて、世紀の大発見、20世紀最大の大発見がね、幻に終わったということですね。はい、今日は随王丸が引き上げた、1977年に引き上げた恐竜らしき物体についてお伝えいたしました。精神障害者 YouTuber の竹内です。皆さん、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。どうもありがとうございました。